とても香り高い味わいのお出汁になりますね。盛り上がっているものですね。まず選んでください。2回ほどしゃぶしゃぶしていただいて、皆さんこんにちは。東京は中目黒にあります日本料理店円錐の伊藤亮介です。本日は金目鯛春野菜を使ったしゃぶしゃぶをご紹介します。はい、それでは食材のご紹介をいたします。まずは金目鯛ですね。金目鯛は2月から4月にかけてとても脂が乗ってきて美味しい時期です。今スーパー刺身用の美味しい金目鯛とかも売ってます。皮も引いてあります。そういったものをですね、具材に使ってください。魚をさばく自信のある方は1本からぜひおろして仕立ててください。金目鯛を1本で買われたい方はですね、目利きのポイントですね、頭から肩口にかけて盛り上がっているものですね、まず選んでください。あとですね、尾っぽの部分ですね。尾っぽの部分がシャープすぎるものを選ばないようにしてください。丸々と太った部分ですね、こちらを選ぶようにしてください。そして春野菜ですね。ホワイトアスパラ、緑アスパラ、太って切り口が乾いてないもの、そしてうるいですね、タケノコはボイルしたもの、そして春カブですね。ごぼうはですね、泥付きのものを洗ってますね。ホワイトセロリ、セリですね、こういった香りのあるものをですね、しゃぶしゃぶの中にあるとですね、とても彩りを添えてくれます。長ネギですね、そして、木の芽ですね。よそった後の、お椀の中に入れていただく香りのアクセントの木の芽ですね。あとですね、重要なものですね、のお出汁ですね。こちらがご自身でお出汁を取られても美味しいですし、奥井海生堂さんが出している、出汁パック、こちらを使っていただいても、とても美味しくできます。本日はですね、せっかくうちがですね、お出汁を売りにしているお店なので、今からですね、かつお節を削り出しまして、昆布出汁の中にですね、お出汁を引いたものですね、こちらを使って鍋の出汁を作っていきます。それではですね、こちらが鹿児島県指宿の、かつお節ですね、本枯れ本節でございます。こちらをですね、今から削ってお出汁にしていきます。でこの削りたての鰹節を昆布だしの中に入れてお出汁引きます。やはりとても香り高い味わいの、お出汁になりますね。でこのようにふわふわに削れます。では、削った断面がこのようになりますね。それでは削りたての鰹節と昆布だしを合わせまして、今から鍋のお出汁を引いていきます。昆布だしはですね、奥井海生堂さんの倉囲昆布ですね、これですね、はい、一晩しっかりと抽出させます。一晩漬けた後、昆布を抜いて沸かします。わずかながらのアクがいますので、そのアクをすくって温度を下げます。60度になりましたら、昆布を戻して味わいを抽出します。こちらに今削ったばかりの鰹節ですね、こちらを入れます。温度でいうと、沸騰している温度帯に入れてしまうと、やはりどうしても鰹節雑味が出ますので、90度から95度ぐらいが、まあ、私の中ではいい温度帯なのかなと思って、はい、それでは鰹節の味わいがしっかり出ましたので、こしていきますね。かつお節をですね、ザルの中に入れないようにちょっと押さえてですね、このようにこすと、雑味が出づらくこせます。そしてお出汁が引きました。はい、それでは鍋のお野菜を、切っていきます。ではまずタケノコの水煮はですね、半分に切っていただいて、ちょっと厚めのスライスですね、厚さは2ミリですね、はい、次はですね、カブですね、カブは大きさによっても切りようが違うんですけれども、今日の小カブぐらいでしたら6等分ですね、まあ、鮮度いいカブでしたらもう皮を剥かずですね、もうこのままですね、ちょっとだけ切り揃えてあげてください。次はうるいですね。うるいはごぼうと長さがだいたい同じぐらいですね、箸ですくいやすいような大きさに切ることができます。このぐらいですね。
根元の部分ですね、ちょっと硬くなっております。こちらの部分は半分に切っていただいて、ちょっと包丁目を入れていただくと同じ時間で火入れができます。そして次はホワイトセロリですね。ここももう気にしないで本当ざっくりと切ってください。そして、セリですね、はい、セリも一緒ですね。ざっくり切りましょう。ざっくりです、はい、ざっくり、はい。続きまして、こちらが千寿ネギですね、はい、東京の長ネギですね。千寿ネギはですね、大きいんでちょっと半分に切っちゃいます。斜めに切っていきますね、はい。よくこういう千切りしてるとき手を切ってしまいがちなんですけれども、まっすぐには包丁構えるんですけれども、気持ち意識をこっちに反らしてあげるとですね、手が切りづらくなります。少し薄めにこのように1ミリぐらいですね、それぐらいの厚さで切ってあげてください。アスパラとホワイトアスパラですね、あとはごぼうはですね、スライサーを使ってですね、手軽に、おしゃれに切っていきます。一番断面が幅広く取れる部分を、アスパラの中で探します。一回包丁を入れます。じゃあスライスしていきますね。もしゴム手袋があったらゴム手袋をしてください。手切りづらくなります、はい。まあ、このように薄く切ってですね、旬のアスパラをですねしゃぶしゃぶのように食べていただきますね。ごぼうもスライサーかけていきます。一番火が通りにくい食材ですので、薄めにスライサーをセットしてください。ではですね、スライスして切ったごぼうをですね、このまま千切りで切っていきます。ごぼうは極薄です。極薄で刻んでください。こちらは、はい、水の中に入れてちょっと流水でさらしていただいて、その後はザルにあげてしっかりと水気を切ってください。ここまでが野菜の切り出しです。はい、それでは金目鯛の切り付けをしていきます。ポイントとしましては、こちら皮側ですね、下にしていただいて切ります。大きく幅広く切ってください。そこがポイントですね。箸にかかるようになるべくですね幅広く切るように、こう削いでいったらちょっと立ててこのように切ると綺麗に切れますね。そして長く切ってる途中で、刃の長さが足りなくなった時はちょっとめくってあげて、もう一回ここから始めてあげてください。で最後にちょっと立ててあげる。で最後の方、形よく取れない場合はですね、半分まで切ってあげて開いてあげて、それでこれで盛り付けしてあげてください。でそれでは、金目鯛の切り付けの完成です。はい、それでは、切り出しも、終わりましたので、お鍋に味をつけていきます。ではこちらはですね、かつおだし1リットルに対して、薄口醤油 100ml、 それみりんがですね 50ml ですね。シンプルですね。重要なのが、薄口ないって言った時にですね、濃い口は使わないでください。味わいがだいぶ変わってしまいます。入りましたら火をかけます。ここで味はしっかり見てください。だしの取れた味わい、濃い淡いで味の感じ方がだいぶ違います。もしだしがちょっと薄く引けてしまったという方は、少しだけ醤油とみりんを足してあげると、コクが深まります。逆に、おだししっかり美味しく取れたっていった場合はですね、ちょっと醤油を抑えていただいて塩を入れていただいた方が、食材それぞれが引き立ちます。みりんの量は変わらずで結構です。それでは金目鯛春野菜を使ったしゃぶしゃぶ完成です。では、今から、しゃぶしゃぶのポイントというものを一緒にやっていきます。熱々のお出汁を鶏碗にしっかりめに張ってあげてください。金目鯛をお箸で持ちます。2回ほどくぐらせます。その後ですね、こちら熱々の先ほどお出汁を取った鶏碗に入れます。そして10秒ほど置いてください。そうしますとこのようにロゼ色に仕上がります。こちらが僕が推奨している金目鯛の鍋の火入れの仕方です。これ一個一個やってるとすごい時間はかかるんですけれども、とても美味しく食べれるのでですね、ぜひ時間のある時にやってみてください。それではですね、続きまして野菜の火入れですね。一番火の入りづらいカブを先に入れます。
そしてごぼうですね。野菜を入れたら温度が下がりますね。ちょっと強火にしてあげてください。また沸きそうになったら弱火にしてください。うるいの軸の部分ですね。こちらもですね、先に入れてしっかりと火を入れてください。タケノコですね。タケノコも火が完全に火入ってますので、味を含ませるといった意味合いですね。セリの根っこの部分ですね。こちらも先に入れます。そうしましたら長ネギ、ホワイトセロリの葉っぱ、あとはうるいの葉っぱ、セリの葉っぱですね。アスパラですね、はい、この辺はもう本当にしゃぶしゃぶするだけで全然食べますので、はい、これでもう火入れが完成ですね。このようにですね、一つ一つすくい上げるんじゃなくてですね、いろんな野菜を絡めながら、まあ、煮浸しを食べてるような感覚でですね、このようにわさっとすくってあげてください。こちらですね、こちらで野菜の火入れが完成です。はい、それでは、キンメダイ春野菜のしゃぶしゃぶ鍋の3つのポイントを、復習していきます。まず1つ目はですね、野菜の切り方ですね。しゃぶしゃぶ鍋、箸で掴んで、食べるということを想定して切ってください。今回はですね、ごぼう8センチに、長さ切り揃えましたけれども、他の食材も同じような長さに切りましたけど、ぜひですね、気持ち長い8センチという長さを守ってですね、切り出ししてください。2つ目のポイントは、キンメダイの切りつけ方ですね。皮目を下にして幅広く切るようにしましょう。そうするとですね、ダイナミックにキンメダイ美味しく食べれます。では3つ目のポイントですね、キンメダイ、そして野菜の火入れの仕方ですね。ぜひですね、沸騰した鍋のお出汁の中に2回ほどしゃぶしゃぶしていただいて、鶏碗の中にお出汁を張った中で10秒ですね、火入れをじっくりとしてあげてください。そうしますと、キンメダイの甘みというものがとても感じれるように美味しく食べれます。野菜もですね、それぞれシャッキリとした食感で食べれるようにですね、グツグツと煮すぎないようなことがポイントでございます。以上が3つのポイントになっております。この3つを押さえていただいて、美味しいしゃぶしゃぶを作りましょう。